はい、皆さんこんにちは。ドッキャン大好きニーニンとなつきさんとニンタです。前回の動画では車中泊とは休憩、仮眠、滞在の3つですよということをお話しさせていただきました。はい、本日はね、結構な方が勘違いされている公共施設と民間施設の違いをお話ししていきたいと思います。はじめに話すと、公共施設は民間施設と違い、皆さんのね、税金で作られ維持されているので、公共施設は独自のね、勝手なルールを設定することはできません。最近だと悪質な道の駅が駐車場を車中泊禁止にしたり、道の駅やサービスエリアでは車中泊できませんっていうサイトがありますが、公共施設がね、制限をかけれる条件としては、利用者が競合される場合や明らかな危険が迫ってる場合、それ以外は制限をね、かけることはできないとされてます。そして民間施設では法律内であれば契約の自由の原則っていうのがあるので、自分たちのね、好きな設定をすることができます。契約の自由って何ですか？はい、ではね、簡単に説明すると、ではね、お店営業、客営業になります。はい、お客さんこれ500円で買ってよ。いや、ぬいぐるみは可愛いんだけど、ちょっと店員さん気持ち悪いんで嫌です。はい、次はね、僕が客役で、夏希さんがお店役。店員さん、僕これが欲しいです。ちょっと、はい、無理です。なんでですか？お兄さん、ちょっとこれ似合わないです。似合わない？でも欲しいです。ちょっと気持ち悪いんで売れないです。はい、こんな風にね、お店側も売らないことも可能です。これが契約の自由の原則ってものですね。あとはね、民間の施設であれば男性の入店のお断りとかもできます。じゃあ僕もここに入館したいです。あ、すいません、当館は女性だけの施設なのでお断りさせていただきます。はい、これはね、何ら問題はありません。理由もいりません。女性だけの健康体操教室カーブさんもそうですよね。ただ公共施設である道の駅で男性の方は、マナーも悪いし、女性の方に迷惑かけるんで、ダメです、お断りさせていただきます。公共施設なのに。はい、これはね、明らかに公共性が全くないです。よく公共施設と民間施設を混合されている意見としては、道の駅の駐車場は私有地なので、他人が勝手に入ってきて好きなことやってんじゃねえよと。次に、管理者が迷惑してることだし、管理者の権限で制限しても問題ないんだよという意見があったりします。はい、まずね、道の駅の駐車場は私有地ではございません。税金で作られた公共施設です。勝手にね、自分のルール決められません。はい、次にね、管理者がね、迷惑してるから制限はつけられると。これはね、民間施設であればつけられます。問題ありません。私もね、よくね、このお客さんうざっと思ったら、よく出入り禁止にさせていただきました。マナーやね、モラルなんて悪い人なんてめちゃくちゃいます。クレーマーもたくさんいます。民間企業が良くも悪くも、そんな人たちをね、相手にするかしないか自由なんですよ。ただ税金で運営されている公共施設は利用者をね、選ぶことは基本できません。なぜか、ね、考えればね、すぐわかるんですが、私みたいな人間がね、公共施設のね、管理者になって、美女以外お断りしますって言ったら、公共性ありますか？それもね、民間施設と違って税金でね、維持できるんで、痛くも痒くもないんですよ。要は税金があるんで、独自のルールをしようが潰れることありません。潰れないの？道の駅って議員さんとかが金出さねえよってなっちゃうと、なくなることはあっても、お金がなくて潰れるってことはないってことね。あと公共施設の例としては、迷惑なんで男性トイレのおしっこの使用禁止とか、理由は毎回汚していくくせに自分たちで拭かないんでマナーが悪いんで禁止とか、こんなことで禁止されたらありえませんよね。そうですね、ないです。ないね。あとはね、プリウス乗ってる人がマナーが悪いとか、盗難が多いから、じゃあ駐車禁止ですとか、そんなこともありえないですよね。ないですね。これがね、公共施設で当たり前のように起きてたら、公共性なんて全くありません。今ね、現実に起きてることが道の駅での車中泊禁止です。前回でもお話ししましたが、車中泊はね、宿泊じゃなく仮眠休憩の人が
ほとんどです。そもそも休憩するための施設なのにもかかわらず、そのような車中泊禁止の悪行をして何をしたいのか。これもトイレとかプリウスのようにありえません。憲法違反でもあるし、不当な差別でもあり、不適切な表現です。コメントでね、たまになんで道の駅の施設がそんなことをしてるのか考えなさいよっていう人がいますが、私はね、いろんな道の駅とか国土交通省も取材してきました。まず兵庫県神戸のフロアパークさんの意見としては、隣にねホテルがあるんで道の駅で車中泊をせずにホテルを利用してもらいたいから、だから車中泊は禁止だと。奈良県飛鳥村にある道の駅飛鳥さんは、道の駅がね新設と同時に車中泊を禁止にしました。理由は他もやっているからうちがやっていて何が悪い、税金で建てて維持もできて改修工事もできると、そのありがたみもおもてなしの心もなくした悪質なね公共施設です。そしてね、憲法違反も当たり前のようにしていると。それがね民間施設であれば、自分たちの個人のお金だし問題ないです。これが公共施設と民間施設の違いです。あとはね、大人なんだから我慢しろよっていう人がいますが、大人なんだから自分たちがね納めてる税金ちゃんと行政側が正しく使ってるか監視するのも私たちの役目です。すぐにね大人とか社会人とか何も根拠がない言葉を使う人は頭悪いんじゃないかといつも思います。だからといって公共施設だから何でもしていいっていうわけではありません。マナーやモラル、節度が大事です。私からのねお願いとしては、公共施設を民間企業と同じにしちゃダメだよということです。それが混合しちゃうと公共施設のね暴走や憲法違反を肩を担いじゃうんですよ。そして公共施設のね勝手な制限行為は人の命さえも簡単に奪えます。ではね、動画の方が良ければ動画の評価ですね、評価とチャンネル登録をポチッとよろしくお願いします。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。ありがとうございました。はい、じゃあね、僕はね公共施設の施設長なんで、とりあえずちょっといただいて、次何する？もう一個あんだよね。